放一个裸露的阿里。他说把右上把那个小地图旁边那个旁边那个光圈用满的话，会拿到额外的东西。可是其实我们刚刚上一回合就用满过，但是没有拿到什么额外的东西过。嗯，这个可以交了吗？两只，看一下打第三只会变多少钱好了。哎，变四只了。吉祥回旋。这么多单身的，这么多单身的不好吧？赶快在一起了啦！正正堂堂勝負よ。掃除の時間だ。掃除の時間だ。攻撃を維持するわよ。これでどうだい？もらった。这个是 break 的吗？我们先把这只杀掉。先把左边的杀掉。死皮压力。打晕了。什么东西？刚是什么？刚是什么？刚是什么？听完这首歌。刚是什么？哎呦呦！旁边在干嘛？旁边在干嘛？旁边在干嘛？哎呀，手撕哎，最卑鄙哎，躲箱子后面。嗯，钱看起来没有变多很多。可是我们现在需要等级啊，没血，模拟卡没血，回家吧。然后下发。因为我们是在下来。那是。回家时间到了，我们好需要练等哦。行き先はどこなんだい？有没有什么情报可采集的东西？矿石采过了吗？我需要的是更多。刚野兽们的机会是我们打不赢吗？嗯，有没有等级的情报啊？需要一些等级啊，就这样喽。这样回到工坊应该会直接睡觉。我记得这样回到工坊会直接睡吗？没错，睡一个小时就起来，最累耶。假如有朝一日可以选的话，这辈子再也不要当炼金术师。哦，刚好假日了，假日可以找迪斯啦。デスさん、おお、ソフィー、どうした？この引き換え券について聞きたいんですけど。おお、ソフィーも引き換え券を手に入れられるようになったんだね。白痴，你先去当兵，垃圾，超棺材，超正呢，骗我。はい、オルトさんからもらいました。骗了，等一下，我要拍照嘞。ナイス。なるほど。それじゃ。私の出番ってわけだね。睡眠时间跟夜里时光族一样少，白痴。睡眠时间，睡眠时间是越业余的，越业余的越少吗？その引き換え券を集めたら、私の管理しているいろんな商品と交換することができるんだよ。いい商品なら引き換え券もたくさんいるからね。頑張ってたくさん集めてね。真的，我一次可以睡十天呢，上次睡了三天。群租委托，透过一地次数的委托等方法来获得这两件。新しい商品を仕入れてみたんだ。ぜひぜひ引き換えてみてね。超正，拍一张，拍一张。肥宅式截图法，右键截图。どれと引き換え？どれ？好喝的水，为什么我跟你看好喝的水？有爱面具耶，S哎，干好猛哦！大师手套，这我自己会做啊，了不起哦！天使领结，
怎么这些怎么看起来都是些 cosplay 的东西啊？很多东西看起来好丑哎，外面看起来好丑的啦。纯水也要换，高纯度似乎很好吃，还不是真的很好吃，只是似乎而已。不要啦，你东西都超不了，你的东西都超没有用的。どの依頼を引き受けてくださるのですか？哦，可报告哎。哦，他是要很多东西的。いらっしゃい。接受。接受。肚子饿了。接受。报告。ありがとう。いらっしゃい。どの噂を聞きたいのですか？嗯，骑士的店。ありがとう。交给骑士打点的店有一点特别，说是商店，其实更像交换所，可以交换兑换券和各种物品。いらっしゃい。好，这很重要。讨伐皇帝之歌，感觉是我们目前打不过的东西。炉子添加燃料，刚刚的东西怎么来的？这个什么查科尔贴纸 ？Where can I find it？ 好喝的水，炸裂莓，炸裂莓听起来超炸裂，吃了以后你的肚子都会炸裂哦。绅士的妖怪，麦伯特农场。麦伯特农场不是我刚刚去的地方吗？晚上会出现的。这个还没解，十天。我们先一个一个解好了。超臭哎、欸，臭仔。其实应该左上角这个遮道应该没什么差吧，我继续遮好。这样的配方，我会做贴纸啊。那传闻里面的要我做，还要做贴纸，要三个嘛。夕阳草有天然油是怎么拿到的嘞？Maybe 去外面看一下。读这么久，感觉就有剧情。天然油炸裂莓，他有卖炸裂莓。好喝的水这里也有卖，天然油果然有天然油。好，所以这个可以解，炉子添加燃料，这个都可以解。然后这一个嘛，还要好喝的水要五个，炸裂莓，杯果我可以自己做，所以跟他买好喝的水吧。好喝的水我还不能做嘛，再确认一次。对啊，我不能做好喝的水，我做出来的水可能都不太好喝，对不起。炸裂莓两个，好喝的水四个，肚子饿。看他好喝的水要五个哎，我只有四个，天哪！你还有没有卖好喝的水啊？没卖。来路不明的蛋为什么一个都那么贵啊？哇，这个亮晶晶呢，这个亮晶晶的。ねえ、ソフィー、あなた今の防具に満足してる？满意吗？是没有很满意啊。防具にですか？ちょっと動きづらいかも。でしょうね。はっきり言ってその防具、あなたの体型に合っていないもの。你先想说我幼儿体型就对了啦。え、そうなんですか？ええ、ちょうどいい機会だし、どうかしら。特注の防具を作ってみるというのは。定制防具。特注の防具ですか？听起来很厉害。
あなたはクド。そうでしょ。あなたにはお世話になってるから、今回だけ特別に材料をサービスしてあげる。送我哎，棒。さあ、はい。超级送垃圾，看，送我一堆垃圾，天哪！你有卖好喝的水吗？どの防具を作るのか。材料にはどれを使うの？材料にはどれを使うの？这个初始服装可装备者是没有人哎，做这个东西太浪费了吧？材料にはどれを使うの？高价，鸵鸟羽毛，品质高价，真是太奇怪了。防御力才四哎，这做出来超丢脸的、欸，做出来超丢脸的、欸。好了，做做看啦。受けたい特性の希望はあるかしら。これでいいのね。完成よ。哎呦，美图一张。这个图片貌似被折到最重要的地方了，好办，好办，为避免万一。先存一张。また。接受定做。等一下。太棒了吧！装上去，血量加十滴，防御扣八。防御扣八是个什么样的概念呢？防御扣八，到底防御扣八比较厉害还是？好啦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 ，防御扣八就扣八啦，了不起了。干，扣八防御，我还活下来吗，朋友？コルちゃん、こんにちは。小乐乐。売れてる？あまり変わってないです。鱼怎么起的？お客さんが来てくれなくて、そもそも量販店というのが良くないのかもと考えているです。そうなんだ。じゃあ普通のお店にするっていうのは？私の錬金術を活かせるのはこの方法しかないですから。最初の一つがあったらいくらでも増やせるだよね。そんな力があったら欲しいものを簡単に増やせるじゃない。そうですね。でもその代わりに代償が必要なんです。代価。代償？私の場合何か増やすとその分身長が縮むです。不太好吧。え？身長が？はい。好き勝手にいろいろ増やすと目に見えて縮むです。那怎样才能变高？言われてみれば、コルちゃんって結構小さいけど、私はもともとそんなに大きくないので。是吧？这个代价也太高了吧？代償で縮んだ分もあるです。無理さえしなければ。好，过一阵子就会恢复。我可说这个代价太可怕了吧？一度にたくさん作ったり。あんまり世の中にないものとか複雑なものを作ったりすると大そうだったんだ。世の中そんなに甘くないね。听起来苏菲的炼金术算是最正常、最合理。喂，等下我在忙。
果然不愧世上有好事。じゃあ、量販店だからっていろいろお願いするわけにはいかないのかな。いえ、そこは頑張るです。気にしないでください。赶快，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 多叫他练筋一点，我想看他变奶。もっともっと有名にならないと。コロネリア。コロネリア。赶快让他变奶啊！根本没进货啊！骗我！们呢？我们还缺好喝的水。先去做这个杯狗三明治跟这个查科尔贴纸吧。材料はどれにしよう？查科尔贴纸这个。材料はどれにしよう？我们最多的什么？我们最多的好像是，好像都还蛮多的，怎么办？好像就服这个最多了，没什么关系。これでどの釜を、いや、悪くない、ここ、いいね、この素材は。これでいい。反正是做给别人的嘛，没什么关系啦。反正是做给别人的，我们就做的越难吃越好。超难吃。做给那个肥宅的，超难吃，最难吃那种。从头到尾一个加成都没有按到，超难吃，超难吃贝果三明治，还很干燥。太棒了吧！反正是给吉祥吃的，我们就做个超难吃贝果 ，nice。他说要好喝的水，看到底是哪里去找好喝的水啊？烦死了！先睡个一天再说，先睡个整整一天再说 ，nice， 睡个整整一天了。你有卖好喝的水啊？你还是没卖，误入啊！你嘞？干嘛了？レオン桑，どうしたんですか？私の顔何か。一睡就睡25个小时，太爽了。あなたってよくこの辺り色ついてるわね。像铁管了。前から気になっていたのだけれど、あなたって普段何をしているの？抱歉、抱歉。あれ、言ってませんでしたっけ？私錬金術師なんですよ。錬金術師？聞いたことはあるけれど、どんなことをするの？实际上就是在做废，在废宅啊。每次都在家里睡25小时。ぐるぐるって物を作るお仕事なんです。ごめんなさい、さっぱりわからないわ。很正常、我也听不懂。なんて説明したらいいんだろう。あ、そうだ、レオンさん、今度私の家に来ませんか？あなたの家に。はい。言葉で説明するより実際に錬金術を見てもらった方が早いかな。なるほど。原来我们苏菲就是这样子把那个人家。今度お邪魔しようかしら。赶快叫科勒讲过来啊！科勒讲来我家。然后这个人来我家干嘛啦？制作防具。どの防具？然后制作防具都很废。
女人背心，卖专卖垃圾给我，受不了。咕噜酱，咕噜酱，こんにちは。こんにちは。ソフィーさん、こんにちはです。あれ、コルちゃん。方便ないよ。私の気のせいかもしれないけど、背ちっちゃくなった？真的变矮。かもしれないです。昨日珍しくたくさんの注文が入って、張り切って物を増やしたので。ああ、前言ってた代償ってやつだね。でも大丈夫なの？あんまりやりすぎると身長が元に戻らなくなるんじゃ。あれだけ。没办法完全恢复。元には戻りきらないかもです。没办法完全恢复，太可怕了吧。大変じゃない。ダメだよ、あんまり無茶しちゃ。已经太可怕了啦。あ、でも大丈夫です。为什么没关系啊？こういう時のために。普段から対策をしてるです。え、そうなの？どんなことしてるの？はい。まずミルクを欠かさず飲んでます。没有用啦，喝牛奶只会让你钙质疏松啦。うん。他には？他にもご飯をたくさん食べてますし。那只会变胖啦。高いところにぶら下がったりもする。那只会很容易死掉而已啦。コルちゃん頑張ってるんだね。太努力了啦。はい。日々背を伸ばすための努力をしてれば、少しくらい物を増やしてもへっちゃらです。それは頼もしいね。求了，炼金术士，是不是都是智障啊？我目前遇到两个炼金术士，一个叫苏菲，一个叫科尔酱，两个都看起来像智障。よっぽど無理しなければ。背はすぐに元に戻るので。ソフィーさんも遠慮せず、いろいろ買っていってくれると嬉しいです。うん、わかった。じゃあ、いろいろ買わせてもらうね。卖我东西了！哎呦呦呦呦！干嘛干嘛！卖好多。